私まあ、趣味です。趣味で、気象観測機器とか地震観測機器を、まあ、作るというのがね、最近こう、まあ、やっておるんですけれども、1代目が地震計でした。で2代目がね、去年風速計を作りました。で3代目何かないかなっていうので、さらに2代目雨量計去年作ったの雨量計です。で3代目何かないかなっていうので、最近思い立ったのが風速計と。で風速計はね、33年前、1989年にね、私高校生の時に一年作ったんですけれども、まあ、デビューするその初日にですね、屋根から落として壊したという、まあ、大変苦い思い出があるので、なかなかそのね、風速計にその着手するには、あの時のっていうのがあったんで、やってなかったんですけども、33年ぶりにね、ちょっと作ってやろうと思って、ね、ちょうどね、これ3日前かな、3、4日前にちょっとね、家で撮影したやつなんですけど、床の上にね、なんかよくわからない部品が多数置かれております。これがね、一応私の、これから作るはずのこの風速計の材料でございます。風速計で、私が作ろうとしているのは、風速計もね、いっぱい種類があるっていう話を、まあ、以前させていただきましたけれども、私がね、作ろうとしているのはね、こんな感じで、また下手くそないで恐縮なんですけども、なんかね、このお椀がこの3つばかりついておりまして、このこう軸があって、でこれがね、くる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 回るっていう、風媒型風速計、その中でも3倍式風速計っていうのをね、作ろうとしているということになるんですけども、ここに映ってますね、何か光る金属のお椀が映っております。これね、ステンレス製のね、半球なんですけど、私もあれなんですね、雨量計作る時もね、なんかね、ケーキ作る時のなんか器具みたいなやつを、まあ、見つけてきて買ったんですけどね、これもなんかね、ムースとか混ぜる時になんか使うらしいです。私はその食器をですね、この観測機器に使うっていう、多分日本でもほとんどいないような、使い方をしているということでですね、メーカーの方申し訳ございません、私はそういう使い方を今後しようとしております。用途以外に使わないでくださいっていうような、よく注意書きがありますけどもね、私ちょっとね、違う方面に使おうとしておりますので、そこはごめんなさいというところになります。で、まあ、こういった器具だったり、あとこの辺りはね、まあ、大体想像もつくんじゃないでしょうか。先ほどあったね、お椀が回る軸の部分に今後なるはずの、これはね、水道管にも使われる塩化ビニールパイプということになります。まあ、用途以外に使わないでくださいということにはなるんですけれども、水道管と違ってね、ここに何か圧力が加わるわけではなく、まあ、軸を支えるそのお椀をね、支えるためのものですので、ごめんなさい、これもちょっと流用させていただきますということになります。あとはね、まあ、メーター類もね、これ風速を、見るときのこの針が触れるやつですね。今ね、市販品も結構デジタルになっておりまして、風速の値がね、数値で見られるような、ものになっているんですけれども、私はもう昔からアナログ派ですので、ここもね、アナログで押し通したいということで、これ今電流計です。電流計、ただこれね、モーターで発電をして、お椀くるくる回るやつをモーターで発電して、これをね、電圧に変えて、この測るっていう仕組みですので、この電流計をね、電圧計に変えるっていうようなところも、まあ、ちょっとね、自作でやってみようかなと思っております。あとはこのモーター、今お話ししましたけどね、これ市販の、マブチモーターというやつですね、模型作りの、まあ、よくやるような方とか、あと私は子供の頃からね、よくプラモデル作った時にお世話になりましたけれども、このマブチモーター、これもね、本当はモーターですから、タイヤ回したりして、船のスクリュー回したりするものなんですけれども、逆にね、モーターは電気を加えるとこの回転につながりますよね。タイヤとか車輪とか回りますけれども、逆にね、回転軸が回ればね、今度発電機になりますからね、モーターを発電機にしてやろうと、そういう風なものになります。まあ、あとは何でしょうね、もうご想像にお任せする世界が大きいんですけど、ここにね、ちょっと分かりにくいと思うんですけど、これね、
今回ね、ちょっとこの33年前とは違う頑丈な仕組みにしようと思って、ここになんかこんな感じのなんか部品があるんですけど、なんかね、なんかガス管じゃないんですけど、なんか三方継ぎ手っていうやつで、なんかね、真鍮製のこの、3つに分岐するやつがあるんですよ。もう差しのいい方はお分かりだと思います。お椀があって、そのね、お椀をきっちり、これ3倍型風速計ですから、120度のね、角度できっちりと止めないとダメなんですよ。角度ずれちゃいますと、回転のね、バランスとかにも影響してきますから、きっちりこう120度で、きっちりそのお椀をこう支える、止めるっていう仕組みがいるんですけども、33年前はね、私確かもうあんま覚えてないんですけど、なんかね、プラスチックの部品を、ちょっとこう熱して柔らかくして、そう熱を加えてくっつけてみたいな感じでやったので、実際はね120度きれいに なってなかったはずなんですよね。なのでね、それだとやっぱ今回ちゃんと作ってやろうっていうのと、あとはね、丈夫に作りたいというので、まあ、これガス管だから なんかね液体を分岐させるのか、なんかそういった時に使うような部品らしいんですけれども、これを今回使ってみようかなと思っております。それがこれなんです。これそれをね、部品自分でこの後細工するんですけど、これもね、ご存知じゃない方はこんな部品見たことないっていうふうに思われると思うんですけどね、これネジ切るやつなんですよ。この分岐してるやつは、これも用途外に使わないでくださいと怒られそうなんですけど、単純にね、管をガス管とかをこう、ガス管、そうです、それをね、つなげるためだけのものですので、なんか穴が開いてるだけなんですよ。それだとちゃんとね、こうお椀支える、このお椀支えるこの棒をね、突き刺した時に簡単に抜けてしまうんで、それだと接着剤だとさすがに機能しないんですよ。ものすごい勢いで回転するので、なのでネジ切ってやろうと。このね、回転するこの、ここありますけどもね、中中空になっているところをネジ切るために、これ、ネジ中にやるやつなので、タップの方かな、ネジ切りのタップを、まあ、買ったんで、これをねちょっとこう使ってですね、部品加工、するとこういうのもやっていきたいなというふうに考えておりまして、まあ、いろいろね部品集めました。でこの後どう変化していくのか、というところもね、またリポートでも、お話やご報告しながらね、またこういう場でも、お話できればというふうに思います。まあ無料系もなんだかんだでたくさんの方に、ね、特番ご覧いただいたようで本当にありがとうございます。風速計もね、特番になるのかどうかわかりませんけれども、まあ、こういったところもね、まあ、興味持っていただければと思います。観測機器ってこういうのがあるんだっていうことで、お話ししていければというふうに思いますので、またご期待ください。はい、先ほどチャットのコメントをまた拝見しておりましたらですね、風速計の続報を知りたいというありがたいお言葉を頂戴しました。実はね、ちょっと写真撮ってきたやつあるんですよ。これね、また後で12時台とか13時台のとかね、時間見つけてちょっとお話ししていきたいと思いますので、はい、今しばらくお待ちくださいと言ってもね、実を言うとね、あんまり進捗ないです。まだちょっと作り始めたぐらいでして、まあただね、材料そのものはほぼ、集められましたので、まあ、そのあたりの話とかね、どの部分を、まあ、着手しましたかとか、ご興味ない方も多いかとは思いますけれども、私自身もね、ちょっとせっかく作り始めたんで、こういう時間があればね、随時お話ししていこうかと思いますので、はい、またお耳傾けていただければと思います。はい、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。ちょっと赤い、なんか恥ずかしがってるみたいに見えますよね。ただ暑いだけです。